第77回国民体育大会は2022年に栃木県で開催予定の国民体育大会である。本大会の愛称は一期一会栃木国体。本大会の閉会後には第22回全国障害者スポーツ大会一期一会栃木大会を開催する。冬季大会はスキー競技のみ秋田県で開催し、愛称は秋田県開催分が 美の国秋田数の国体2022。なお、秋田県では2年連続で開催予定であったが、前年の美の国秋田数の国体は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止となった。2019年7月17日に行われた、日本スポーツ協会第3回理事会で、正式決定した。栃木県で、 国体本大会が開催されるのは1980年の第35回国民体育大会以来42年ぶり。冬季国体は2014年の第69回国民体育大会以来8年ぶり。第35回国民体育大会冬季大会は北海道で開催されたため、栃木県において国体本大会と冬季国体が同一年に開催されるのは今大会が、 初となる。スローガンは、夢を感動へ。感動を未来へ。総合会、閉会式は、宇都宮市に2020年に建設された、関石スタジアムと、地ぎで開催される。ありがとうございます。